殻のむきやすい卵の茹で方です。まず熱湯を用意します。完全に沸騰している状態のところに冷蔵庫から出したての冷たい卵を入れていきます。このまま入れますとコンと割れてしまうことがありますので、こういう網じゃくしに乗せてそっと入れていきます。はい、卵が入れられましたら大体12分この状態で茹でていきます。沸騰している状態のままで入れていきます。卵が入ってしばらくすると沸騰が強くなりますので、このぐらいの沸騰になるように火加減は調整してください。もう一つですね、やり方があります。はい、今のは熱湯に入れたんですけれども、今度は、はい、冷蔵庫から出したての卵は同じです。まずお鍋の中に卵を入れます。ここに常温の水ですね、水道水です。これを卵がかぶるぐらい入れます。はい、この状態で強火にかけていきます。この場合は15分ぐらい、約15分で固ゆで卵になります。